およそ300メートル先、左方向です。まず入院や通院でまた変わってくる。これだから、これも入院。まもなく左方向です。こうなりますと、こういうふうに。平和台4丁目。月収がおよそ43万円以上の場合。左方向です。8万100円以上のうちで払ったら、これは高額医療ですよと。これさっきの話で、70歳以上で高齢であっても、収入が多い人は3万以下になってないということで、はい。左方向です。1割負担ですから窓口で4万4400円以上であれば右方向です。おいしいね、ぶどうのね。世帯は24万ぶどうのがあっただ。1割負担で2万4600円からはもう高額療養費の範囲ですよということですね。それをこれ皆さん覚えていただいて、こちらご覧いただきましょうか。じゃあ月収43万円以上だが、総医療費100万円、はい、窓口負担、保険証を持って行って本来でも30万円払わなきゃいけないところ、この高額療養費制度を使いますと、ほら、入院と通院の場合は43万以上の人でも8万7430円、通院だけだと4万4400円。この中ですね、ウルさん、サクッと金額が下がったって感じですね。そうですね、日本はやっぱり平和台で、平和台2号公園。ゆうちゃん、前やって書いてるのかね。入院と通院の場合だと4万4400円、通院だけだと1万2000円、さらに住民税非課税の方だと入院と通院で2万4600円、通院だけだと8000円。平和台2丁目にしました。これも4回目以降というのがありまして、月収43万円以上で入院と通院の場合は、4回目以降は8万3400円、これはちょっと若干減るぐらい。まもなく踏切です。その先左方向です。さらに分岐が続きます。平和台2丁目ですね。長屋の平和台2丁目ところが、この値段で済むというのは本当に、まあ医療制度としてはよくできてますよね。安心し治療を受けられますからね。ただ治療で知らないで申請しなかった場合とか、過去に、あ、私そういえばっていうのと、なんか元に戻ってたとかできる。これはこの間もなく左方向です。その先300メートル先、右方向です。さらに分岐が続きます。出ますか。左方向です。こっちの国のような福祉国家の国な気がしますが。そうですね、まあ、世界で比べれば日本は、まあ、どちらかといえば中福祉ですね、はい、で負担はしかし低いんです。消費税について考えたらそうですね。そうですね、北欧なんかは2割が当たり前なんですけども、はい、ーー平和台2丁目ですね。流れ山の平和台2丁目、流れ山、うん、なるほどなるほど。北欧とかっていうと、まあ、消費税 20%、25% というのがあって、こういうの値段もすごく安かったりとか、一部無料みたいなところがあって、日本は今消費税が 5% でこれを上げようとしてるわけですから、春川さん、単純に考えると少子高齢化も相まって、確かにお金が足りなくなる、懐は寂しくなるっていうのは、まあ分かりますよね。完全なそういう流れですね。今皆さんおっしゃったように、日本は言われてるのはその低負担で中福祉だと言われてるので、その受給と負担って、まあ、社会福祉の場合必ずそうなるんですけど、どれだけ負担してどれだけのサービスを受けるかっていうのは、日本の場合ちょっとバランスが取れてないというふうに言われてるんですよね。そう考える